こんにちは投資にしてもビジネスにしてもそして恋愛についても自分の望むような結果を求めようと思えば、まあ、2つの大切なことがあるんではないかなと思うんですよ一つはですね熱い思い思ですね必ずそれを手に入れるんだっていう強い思いがなければ、まあ、そもそもそれを手に入れることはできないんじゃないかなと思うんですよ、まあ、いろんなね辛いことや厳しいことを乗り越えていくためにはそういうの熱い思いが必要だと思います ただやっぱりね投資などで何かに魅了されてそこに資金を投じても熱い思いだけではうまくいかないんですよねそこにはですね2つ目の冷静な考えっていうのも必要なんですよつまりリスクヘッジですど投資とかビジネスには絶対がないわけですからじゃあその絶対ないというもののね結果を自分に手繰り寄せるためにどのぐらいのことを自分はしているだろうかあなたはしましたかっていうことなんですよね まあある投資案件に関わってそしてそれが破綻してお金が戻ってこない時に被害者ずらしてねああだこうだ言うのは、まあ、自由なんですけどもじゃあその案件を取り組んだ時に少しでも成功に導くために自分は何をしただろうかお金を投げてほっといただけこれはねとんでもなくお金に対して無責任じゃないかなと思いますそこで何回失敗しても学ぶものはないと思いますね まあですので冷静なな頭、つまりリスクヘッジが必要だってことなんですよ。当然お金を預ける先のことをたくさん調べないといけないと思いますけども投じるお金金は本当にに冷静に考えた金額なんでしょうか、ね、10秒後になくなっても構わないおかげこれを私は余剰資金というふうに位置づけてますけども投資は余剰資金でやるものこれはいちいち私がやらなくても当然のことだと思います全てのことは余剰資金でやるんですよね余剰時間で。 とかギリギリの時間を割いそなかなかすよね。あの恋愛だってね同じで一点集中するのはもちろんなんですけどもいわゆる遊びといいますかねちょっと余裕な気持ちを持たなければやっぱりこれはね相手に与えるプレッシャーっていうのが重くなっていってうまくいくものもうまくいかないんですよですんでまあ男性にとってはねよくモテる条件っていいますけども他の女性との関係もあることを多少にわした方が女性は 一生懸命男性を見てくれるとも言いますよねまあでもねほどほどにしなければなりませんのでそこが難しいところなんですけどねでもやっぱり女性の側からしても自分に一って集中来られたらまあ嬉しい反面ちょっと窮屈かなって感じるところがありますからまあ何と言いますかね、うん、まあ知り合いは多いよと友達は多いよとでも君だけは特別かもしれないけどもこれからどうなるか分かんないよねみたいな、ね、ちょっと危なっかしいことを匂わせていくこれがまあ冷静な 考えななのかなと思いますわねそれでいて熱い思いい思を伝える時は伝ええるるはみたいな、ね、まあ恋愛講座はまた別の機会にするとして投資やネットワークビジネスなどにお金を投じる時に本当にそれを余剰資金でやってるだろうかっていうのとそれを成功に導くためにどんなことを自分はしてるだろうかってことをやっぱり頭に描かなくてはいけませんまあそれがだから熱い思いとクールな頭脳を持てってことなのかもしれませんよね。 本当にね、投資に絶対はないっていうのは多くの人はなんとなく知ってるんですけどもそうは言っても自分の関わってるものだけは大丈夫って思って資金を次から次へと追加してしまうのが危なかしいことですよね何回うまくいこうが何回才能目でオンと出ようが次の挑戦には全くかかりないんですよですんで今まで投資で成功し続けた人が何かを言ったから何かを決めたからといってこれからのことをうまくいく保証は全くないんですよいや逆にですね いろんなタイミングには偏りりがあります。だから運がいいのが前半に偏ってきてこっから先は全部運が悪くなるんじゃないかなっていうふうな考え方もできるんですよね当て続けた人が最後に破綻して終わるこれもよく聞く例ですよね、まあ、ですんでいろんな投資事ではうまくいった時こそ図に乗らない油断しないことが大事だと思いますある程度のところで撤退していくとかえ本当にね最初はチャンスも経験もお金もないですから 少ない資金が爆発的に増えるものを選んでしまうギャンブルみたいなものになっていくんですよでも徐々に資金を蓄えていくとこれはやっぱりね経験しますよね蓄えた資金のわずか1%か2%で勝負しようというふうになっていくんですよつまり守りの姿勢に入っていくるんですこれ恥ずかしいことも何でもなくってやっぱり資産っていうのは稼いだ後は守らないといけないですからねで守ることをしなければ冷静な頭で守ることをしなければ熱い思いでやけどするだけなんですよ まあですので、本当にこれからもいろんな投資事、ビジネス、人間関係に巻き込まれると思いますけども、熱い思いは必須なんですけども、それと同じぐらい冷静なロジックを自分なりに組み立てて、失敗しても大怪我しない仕組みを自分で作っていくことが大事なんではないかなと思います。じゃあ、ノックさん、続きはまた動画でよろしくお願いします。いってらっしゃい。